はようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。よし、健康診断に行ってきました。自費で1万です。たっけー、いやたけーなー自費になっちゃうんすよ。自費で1万高いです。まあでもね、安いもんだなーカード1枚に35,300円かける俺にとって1万円安いもんだな。行ってみよう。3万3,500円。3万5,300円。本当に。ついに、大商人17。これはですね、商人っていうものあるじゃないですか、もともと。商人がレベル99だと自動的に大商人になるんですよ。はい、ついにね、私、商人用のレベル99まで突破し、大商人になりました。いや、すごくない？ちょっと。アーケードで商人99にするのもすごく実は難しいんですよ。はい。1枚買うことで25ポイントだっけあれ。だから、それを 65,535 まで貯めないといけないから、アーケードで 65,535 にするのは、至難の技だったんだよね。ビクトリーではね、結構簡単にレベル上がることができます。はい、というわけでね、この大商人、使いたいと思いまーす。イエーイ今日はね、お金を使う企画ですはい、というわけでね、一回出したこの伝説の商人、はい、大商人になったんで、使ってみたいと思います。どうなんだろう、レベルは17なんですよ、大商人の。ただ、大商人っていうだけであって、普通に、火力出んじゃないかな。だって65,535貢いだんだよ。それぐらいの力はあると思います。これで、全然火力出なかったらどうしよう。そう、それでさ、大商人から商人に戻ったりすんのかもちょっと気になってくるからさ、やってみたいと思います。あー、俺の、長年、ずっとこれさ、ビクトリーこいつ上げるの大変なんだよ、結構。あ、結構大変っちゃ大変なんだけどさ。そのね、苦労の時間を今、この撮影だけで使います。行くぜ。さあ、来ましたよ。巨頭が。嫌な予感しかしない。大丈夫かな。さあ、戦闘能力はちょっとさすがに気になりますね。大商人になったことで威力は上がっているのか、かつ、ね、戦闘能力も気になってはきます。はい。てか、向こうの HP 結構高いからね、気をつけてね。正義の一撃で大商人がどうなるかだよね。商人と同じ扱われたらちょっと萎えるけどね。はははは。なんだ、スペシャルカードを使うな、君は。早いな。なんだとき、精霊申しだっけ？そう。お前精霊申しだ、確か。なるほど。大商人から商人への降格ってあるのかなと思って、それもあるんで、ちょっと早めに試した方がいいんですよ、さすがに。さあ、メタルギリ、HP1900 しかないんやけど、ちょっと。やられるぞ、こんなんじゃ。大丈夫か？え？結構暗い。やべ。トルネコさえ動けばってとこある。いけ、甘い木。いけ、夜の帝王。はいー！オッケー！それは素晴らしいわ。行くぜー！正義の一撃！正義の一撃！受けてみよう！あれ？眠っている。思った以上に効かない。眠っている。思った以上に効かないんですけど。何だったの？待って。今までのさ、俺の苦労何だったの？一時150とか出たじゃん。全然出ないんだけど。おい、どうすんだこれ！おい、どうすんだ、お前勝てんのかこれ！え？ 70 しか効かない時点で俺は勝てんのかこの戦い。頑張れ！トルネコ！トルネコ頑張れ！トルネコ頑張れ！やばい！わあ！待って、聞いてない聞いてない。思った以上に弱い。ちょっと待って、聞いてないよ、これ。これ一番やばいパターンよ。え、大丈夫になってもそんな強くなってないのはちょっとやばいですよ、ちょっと。
ちょっと伝説上で目開けたらあれなんだけど。え、大丈夫これ。ねえ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 、ねえねえねえ、ちょっと待って待って待って、ねえ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 。ちょっと待って、それで追い締めないでよ。やめて。え、どうするどうするこれ。え？厳しい構えから突進。素晴らしい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 。来たー！来たー！361。白熱のバトルです。なんだ？このおじさんに勝負を挑むというのか、それもまたよかろう。え、ってことは何、さっき70で今360とはランダムダメージなの。よかろう、いくぜ。うわ、鳥猫頑張れ負けるやったー、鳥猫が勝ったよ。なんで鳥猫が勝てるの。何、ランダムダメージなのかな。360と今までに見たことないダメージだからね。結構ランダムなのかね、ダメージは。もしかしたらランダムダメージの中で経験値を失うって感じなのかな。すごくない、だいぶ来たよ。オッケー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 、大丈夫大丈夫だ、目ない勝ちや。来た、炎の呪文、さあ出てくれ。やったー、いや金の力を見せつけた。360はすごい、一体に。え、何これ。いや、はじめちょっとどうしようかと思ったけど、360後から出た。これよ、わからんわ。ここから。あー！やだ、この曲嫌い。よっしゃ、行くぜ。よっしゃ、行くぞ。このままバトルロードも勝てるぞ。何考えてんだ、俺。俺何考えてんだ。いや、いけると思う。たとえ相手がゾウまでも俺は勝てると思うんだ。大丈夫か、世紀末みたいになったのか。飛んでこれ、ゾウマいてもこうなったぞ。おい、なんか気づけば、おい。ゾウマに効かないやつを持ってるから、そう、トルネコが全てじゃないこれ。トルネコでなんか2000とか出せや、それは話別だけど。どうなの、大商人の経験値やから、大商人に影響されてんじゃね、結構。だから効かないでしょ、メイラとか。ゾウマは。これトルネコが全て感出てきたぞ。あー待ってー、ねえ待ってよ、ちょっと待ってよゾウマさん、ちょっと勘弁してくださいよ。それはまずいですってゾウマさん。いやちょっと待って、あー危ない危ないよ。よっしゃ、オッケー、ロロデオいいよ。さあトルネコ頼むぜ、ランダムダメージで高い方出せ。 G 構えから突撃、いけ、せーの、あーん。俺は死なない、俺は死ぬわけにはいかない。なんかランダムダメージ強いの出さなきゃあかん。ランダムダメージいっぱい出さないとダメだ、一人200じゃ弱すぎるって。なんかランダムダメージのうちに、嘘でしょお前、それ聞いたらすげえけどさ、聞かないやろ。くそ。わあ、貯めるか。貯めるの方か。つばぜりしちゃうとな、次、トルネコ。お前、トルネコ、つばぜりやや。次、つばぜりやや、お前。もう、お前たちはもう、何をしてるの？寝ないさ、そら。トルネコなんかここで3000とか出してもいいぜ。足払いか？大丈夫かな？転んだー！よっしゃ、560！ 出るね、やっぱり。ここはつばぜり合い行くしかないでしょ。トルネコ行け。お前、勇気のつばぜり合いや、これが。行くぞ！トルネコ、任せろ。俺がサタン連打っていうもんで行くぜ。行くぜ、サタン連打、行きまーす。よっしゃー、これが神様の力、スキャバト界の神様の力、サタン連打じゃん、これは。あ、
未所属です、ちなみに私。お前たちは何をしてるの攻撃してくんないと。全然手が足んないんだけど。ねえ、君たち君たち君たちこれ削りきれないんじゃないの、そもそも。まず。そもそもまず削りきれない説が。この2体もちゃんと攻撃してくれるとダメさ。なんか、どうしよう、どうしよう。なんか、待って待って待って、ねえねえねえ、ちょっと落ち着こういった。ねえ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 、ゾーマさん、ちょっと勘弁してください。悪かったですって、ちょっと、土下座します。助けてください。ああ勝負あり。いないんだけど、また。またいない。定時退社した。トルネコ。ああ。ああ、やだ、この BGM。3! くぜぇ。うわいさあうわいさあこれ大商人すげえな、レベル3だぞ今。これあれだな、大商人になるだけでそこそこ強くなんだな、やっぱ。多分ね、大商人のまんまだな。それは安心したわ、大商人のまんまなのは。商人に戻るとかやだもん。大商人は大商人のまんまか。はい、というわけで、見事大商人になり、正義の打ち切りがとんでもないダメージ出すようになりましたね。はい、400とか300とか出ますもんね。ただ、やっぱり70とかの時もあるから、ランダム攻撃なのかなっていう感じがありますね。いやいやー。次トルネコを使うのはなんだ？大商人レベル99になってからか？鬼はい、というわけで今回これぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。